今日から4回にわたって、今の高知県は、土佐の国、の戦国時代について語ろうと思うんだ。長祖壁元地か、長祖壁元地か。1回目の今回は、土佐七雄、について紹介しようと思う。土佐七雄、なんかかっこいい響き。土佐七雄、は、戦国時代における、土佐の国の有力国人たちの総称で、土佐の国を戦乱に導くこととなった存在だ。今回の動画では、彼らの成り立ちや、土佐の国における戦乱の幕開けについて紹介しようと思う。というわけで、早速始めよう。よし来た。ワン、ツ、スリ。まず、戦国時代に至るまでの土佐の国の状況について見ていこう。オケ。室町時代、土佐の国の軍事指揮官、行政官である、土佐の国守護式は、足利一門にして、室町幕府官令を務めた名門、細川慶長家によって、代々世襲されていた。官令ってなに？室町幕府のすごく偉い人のことだ。どのくらい偉いかっていうと、将軍の次に偉い。はい？すんごい。そして、細川慶長家、当主は、官令として、その本拠地を京都に置いていたため、土佐の国の統治は、その代官である、守護代、に委任していた。土佐守護代には、細川家臣の、吉良氏、石川氏、横尾氏、土佐国衆の、大平氏、などの様々な人物が任用されていたが、1433年に細川一族の、細川光政が任じられると、そこからは彼の一族に世襲されていった。なお、この土佐守護代を世襲化した細川家のことを、土佐守護代家、と呼んだりする。世襲化は日本の伝統。この土佐守護代家による土佐統治は、かなりうまくいき、1450年頃には、安芸郡、上郡、長岡郡、土佐郡、阿川郡、高岡郡東部、といった、土佐七郡のうち6郡の黒人衆を支配下に置くことに成功していた。この時細川家の支配下にあった黒人衆には、本山氏、大平氏、山田氏、高祖壁氏、秋氏、長祖壁氏などのそうそうたる面々が含まれていた。特に長祖壁氏は、旧公安、という細川氏との関係が深いお寺の、寺奉行、に任じられていた。これにより、長祖壁氏は、黒人衆でありながら、細川慶長家の直臣としての立場も有することができていたんだな。長祖壁さんは、いい感じに偉い方の細川さんに媚び売れてたのね。まあそういう感じだ。代々寺奉行を務めていた長祖壁氏は、細川慶長家の覚えめでた家であり、細川氏の土佐支配において、大きな役割を果たしていた家であったようだ。まあそのため、他の土佐国衆から反感を持たれることもあったようだがな。長祖壁さん、細川さんの意向を重ねて、ブイブイ言わせてたのかね？さて、土佐七郡のうち六郡の支配に成功していた細川土佐守護代家であったが、五節家の一つ、一条家の荘園であった旗郡と、津野市、佐川市といった、反細川勢力ひしめく高岡郡西部には、最後まで、その支配を及ぼすことが、叶わなかった。特に旗郡は、公家の一条家が、強力な支配を実現しており、スーパーエリートの細川慶長家といえど、手出しできなかったんだ。はい？土佐ではパワー系の奥家さんが、ブイブイ言わせてたんだね。そういうことだ。ま、今回の動画では、あまり一条家には触れないがな。さて、ここまで説明してきたようなパワーバランスの中で、なんとかうまく土佐の国を統治してきた細川土佐守護代家であったが、戦国時代に入っても、彼らが土佐の国の軍権を掌握して、戦国大名化する、という事態は起きなかった。義ね？細川土佐守護代家さんは、義の人だったのね？いや、違う。1467年に勃発した、応仁の乱、に対応するため、当時の細川土佐守護代家当主、細川勝政が上洛したからだ。細川勝政が京都に滞在し、土佐の国を留守にする期間が長期化してしまったことで、細川土佐守護代家は、土佐の国の軍権を掌握する機会を失ってしまったんだな。はい？なるへそ。そして、土佐の国での、守護代の不在は、土佐の国における細川家の影響力を減少させ、黒人衆の台頭を許す、という効果をもたらすこととなり、土佐七雄が出現する土台となっていくのであった。なるほどねー。守護も、守護代も、存在感が薄かった土佐では、黒人のみんながブイブイ言わせる感じの国になっていったんだねー。毛利元就さんの秋の国みたいだんね。そういうことだ。さて、細川土佐守護代家の不在により、土佐の国での細川家の影響力が減少したとはいえ、細川統治下の土佐六郡における、土佐守護と土佐守護代の権威は絶大であったため、応仁の乱から40年を経てもその秩序は維持されたままであり、土佐の国は細川慶長家の権威のもと、比較的安定した時代を過ごしていた。そしたら、土佐の国は細川さんのおかげで戦国時代を通して平和な国だったのね。めでたしめでたしのハッピーエンドってことでいいね。いや、ここから激動の時代を迎える。知ってた。というわけで、ここからは、土佐七雄と土佐の戦乱の幕開けについて見ていこう。
バッチコイ。まず、土佐七雄について見ていこう。先にも述べた通り、土佐七雄とは、土佐の国の有力黒人たちの総称だ。具体的には、角氏、大平氏、吉良氏、本山氏、長宗我部氏、山田氏、高宗我部氏、安芸氏のことを指している。八家ありますねー。なんで、土佐八雄、じゃなくて、土佐七雄、なんですかねー。そらあんた、おぼろげながら、浮かんできたわけよ。七、という数字が。霊夢、この画像の小川さんの顔、好き。まあこれは、この、土佐七雄、というものが、超元気、や、土佐物語、といった、長宗我部氏の軍記物語の中から生まれてきた概念であるからだ。各軍記物語によって、土佐七雄、の構成メンバーが違うから、土佐七雄、と呼ばれる家が八家ある、という事態になってしまったんだな。竜造寺四天王、かっこ五人、みたいな感じね、把握。はっはっは、まさにそんな感じよ。まあ、土佐七雄には、片岡氏を入れるパターンもあるから、土佐七雄、かっこ九人、もいけるんだけどな。ぐぬぬ。さて、お次は、土佐七雄、かっこ八人の格言について、簡単に紹介していこう。あいよう。まずはみんな大好き、長宗我部氏、だ。長宗我部、みんな大好き長宗我部。長宗我部氏の先祖は、あの秦の始皇帝と言われている。キングダム、みんな大好きキングダム。まあそれを裏付ける資料はないらしいから、本当のところは、疑わしいみたいだが。ただ、長宗我部氏自体は、自らが秦の始皇帝の子孫であることを強く意識していたようで、その本性を、果たし、と称していることからもそれが伺える。みんなが本性を、源氏、とか、平氏、とか名乗っているときに、長宗我部さんは、果たし、って名乗ってたわけね。長宗我部さんの、そんな我が道を行く感じに、惹かれちゃうわけよ。そして、長宗我部氏の先祖、畑義利が、土佐の国長岡郡お香に土地をもらって、その名字を、宗我部、と称していたものの、隣郡の土佐の国上郡にも、宗我部氏、がいたため、長岡郡の宗我部氏を、長宗我部氏、上郡の宗我部氏を、高宗我部氏、と呼ぶようになったらしい。はい？長宗我部の名が、はっきりと確認できるのは、1333年からで、長宗我部氏が、土佐にいつからいたのか、実はよくわかっていないんだが、古代の土佐の国畑郡の役人、畑氏の末裔であった、というのが現在の有力な説らしい。ただ、高宗我部氏の名は、1201年から確認できるので、長宗我部氏も鎌倉時代には、土佐にいた可能性が高いだろうな。長くなったが、長宗我部氏についてはこんなもんかな。あ、ちなみに、長宗我部氏は、土佐七雄の中でも最も勢力が小さかったらしい。長宗我部家。奴は土佐七雄の中でも最弱。って感じだったのね。だ。お次は、2番目に有名であろう、高宗我部氏、だ。名前のルーツは、先ほど説明した通りだ。名字が似ているから、高宗我部氏と長宗我部氏はもともと親戚っぽく見えるんだが、両者は、実は全然違う羊の一族で、高宗我部氏は、海元氏、中原明家の子孫にあたる。だから、実は海の武田氏と土佐の高宗我部氏は、同族っちゃ同族なんだな。実は実は。高宗我部さん、長宗我部さんの進化系だと思ってた。さて、残り6家はサクサク紹介していこう。まず、高岡郡の、大平氏、だ。大平氏は、細川慶長家から客分扱いされていて、一時は土佐守護代に任命されるなど、土佐七雄の中でも最も権威のある家だった。権威の大平さん。角氏は角山文化という独自の文化を築いたり、教養ある一族だったようだ。大平氏と同じく、高岡郡において有力な黒人で、独立心が強く、たびたび一条氏や細川氏と戦っていたらしい。独立の角さん。本山氏は、長岡郡の有力黒人で、土佐七雄の中でも、最強の勢力を持った家であった。最強の本山さん。安芸氏は、蘇我氏の末裔とも言われる家だ。安芸郡の有力黒人で、土佐東部最強の勢力であった。東部最強の安芸さん。山田氏は、高宗我部氏と同じく、海元氏、中原明家の子孫とも言われるが、在庁肝心大中富氏の末裔とも言われており、謎が多い家だ。高宗我部氏と同じく、上郡の有力黒人だった。親戚の山田さん。最後に、阿川郡の、吉良氏、だ。この家もまた謎の多い家なのだが、その先祖は、南北朝動乱時に活躍した、土佐守護代、吉良入道、と考えられている。したがって土佐吉良氏は、足利一族吉良氏の分流で、土佐守護代経験のある名門ってことだな。名門の吉良さん。土佐七雄の紹介はこんなもんだな。ちなみに畑郡の一条氏は、彼らとは3倍以上の勢力差があり、完全に別格、という存在だった。だから、土佐七雄には含まれていない。ほえー。一条藩は奥家さんなのに、
土佐では、ナメック星におけるフリーザくらい飛び抜けた存在だったね。さて、お次は、土佐における戦乱の幕開けを見ていこう。ほいほい。先ほども述べた通り、土佐四地流は、応仁の乱の影響で、徐々に台頭していくことになるんだが、土佐守護細川慶長家と、細川土佐守護大家の権威は、細川氏支配下の土佐六軍においては、絶大なものであり、これによって、土佐の国は、ある程度安定した状態にあった。しかし、1507年、そんな平穏が脅かされる大事件が発生する。細川慶長家当主にして、室町幕府管領、細川政元、が暗殺されたんだ。これは、栄翔の錯乱、と呼ばれる事件で、細川政元の、三人の養子である、細川住幸、細川住元、細川高国、による家督争いのいざこざから起こったものだ。細川政元を殺害したのは、住幸派の人物であり、これにより、住幸は細川慶長家の家督を継承することに成功したが、住幸もまた、結託した住元と高国により、すぐに殺害されてしまった。これにより、細川慶長家の家督は、一旦は住元が継承することで落ち着いたが、その後、両者は対立。大内義興らを味方につけた高国により、住元は京都を追われ、細川慶長家の家督は、高国が継承することとなった。そして、これに反発した住元は、三好氏らを味方につけて、高国と戦うことになった。なんなの？この地獄のように醜くて、目まぐるしい戦い。まあとにかくね。細川のお坊ちゃんたちが、かなりカオスな感じの家督争いを始めちゃったのよ。なお、この家督争いは、20年以上に及ぶこととなる。長すぎー。そして、この細川慶長家の長期にわたる家督争いは、その守護国である土佐の国にも、当然大きな影響を与えることとなった。土佐の国においても、細川住元派と細川高国派で、抗争が起こってしまっていたんだ。おいら方の家督争いの影響が、土佐にも伝播しちゃってたんだねー。この時、どの家がどの派閥に所属していた、などといった、土佐の情勢は、ほとんどわかっていないんだが、おそらく、当時の長宗我部家当主、長宗我部元秀は、細川住元を支持していたんじゃないか、と思われる。ちなみに元秀は、長宗我部国親の父親にして、元親の祖父にあたる男だ。法名の、金継ぐ、の方が有名かもしれんな。なお、元秀の、元、の字は、細川慶長家の細川政元から返記を賜ったものだ。このことは、長宗我部家と細川慶長家の、関係の強さを表していると言えるだろう。ほえー。一方で細川高国の方は、土佐四地流最強の元山氏を筆頭に、山田氏、吉良氏、大平氏ら多くの有力黒人が支持していた、と思われる。そして、土佐国衆の中で孤立してしまった長宗我部元秀は、1521年頃、元山氏、山田氏、吉良氏、大平氏らに、その居城を工場を襲撃され、自害する。去年不明。元秀さん、なんですぐ死んでしまうん。これで、長宗我部家が滅んじゃって、土佐四地流、かっこ8人から、土佐四地流、かっこ7人になっちゃったんだね。いや、そうはならなかった。元秀は、年少の嫡男、長宗我部国親を、土佐一条氏の元へ、逃していたからだ。これにより、長宗我部氏の血脈は保たれていたんだ。国親、この時弱い7つであった。はえ？よかったー。国親キュンが生き延びてたんだねー。そして、この工場陥落による、長宗我部家の一時的な滅亡は、土佐の混乱を終わらせるものではなく、長きにわたる戦乱の時代の始まりを告げるものであった。なるほどねー。元秀さんの死をきっかけに、土佐の戦国時代が始まってしまったんねー。そういうことだな。さて、というわけで、土佐の戦乱が始まったところで、今日はここまでとさせていただこう。次回は、魂の敵討ち、野獣と化した国近、変ね。いや、次回は、今回紹介しなかった、土佐一条家、について、がっつり触れていこうと思う。土佐の国の戦国時代において、土佐一条家はめちゃくちゃ重要な存在だからな。はい？パワー系奥家さんのお話をするのねん。だ。国近の戦いは、自治会あるはずだ。一条が長引かなければ、やったぜ。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。感謝感激やめあられ。このチャンネルでは、毎週あるいは毎月、戦国時代に関する動画を投稿いたしますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンとコメントも、とっても嬉しいでーす。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならスプーチン。